ージは3曲だったけど、あっという間に感じちゃったわ。最初にパフォーマンスしたのに、その後も全然印象が薄れなかったよね。他のアイドルたちもかなりレベル高かったのに、この会場で一番目立ってたと思う。そうね、コラボ相手として不足のない相手だわ。アイリー、ちょっと私水を取ってくるわね。みんなは大丈夫？ええ、大丈夫だけど。それじゃあちょっと行ってくるわ。アイリーちゃん？冷たい水が体に染みるわ。この後もたくさん動くし、しっかり水分補給しておかなくちゃ。それにしてもリライトのパフォーマンスはすごかったわね。はるかも言ってた通り、あの後どんなアイドルのステージを見ても全然印象が色褪せなかった。コラボするには最高の相手だけど、横で踊るのが怖い相手でもある。パフォーマンスの得意なリライトとのコラボは歌やダンスを鍛えるのにいい機会だと思っていたけど、思った以上に簡単にいかなそうだわ。どうすればいいかしら。どうしてそんなことが言えるの？あんたたちだってさっきのステージを見てたはずでしょ？それならあのパフォーマンスが並大抵の思いや努力だけでできるものなんかじゃないってことはわかるはずじゃない。我慢できないわ、一言言ってやらなくちゃ。桃井さん、大丈夫ですよ。江ノ崎さん。あ、ごめんなさい。むしろ謝るのはこっちですよ。なんかグループの悪い噂を聞かせちゃってすみません。それに桃井さん、今あの人たちに注意しようとしてくれてましたよね。ありがとうございます。そんなのお礼を言われるようなことじゃないわ。私が勝手にイラついただけだし。でも嬉しかったので、私たちの味方をしてくれて。でもいいの？あんなことを好き勝手に言わせておいて。一般の人たちならともかく、業界の人たちにまであんな噂を広められたら仕事にも支障が出ちゃうんじゃないかしら。まあそうですね。実際私も最初は受け入れられませんでした。モアモアジャンプさんはなかったですけど、今回みたいに何かで他のグループとコラボした時に警戒されることも多いですし。それなら。でもプロデューサーに言われたんです、目的を見失うなって。え？アイドルの頂点を目指す過程において周囲からやっかみがあるのは当然のことだ。そんな奴らを気にする必要はないし、足にまとわりついてくるのを振り払う必要もない。だがいつか足にまとわりついている奴らにさえ希望を届けられる存在になってみせろ。その話を聞いて納得したんです。プロデューサーが言うように、私たちって
まだまだ未熟で、今は届けられることも少ないし、周りからあることないことを言われたりもするけど、やるべきことはたった一つ。何があっても希望を届けて、届けて、届け続けること。それだけを突き詰めていったら、きっと、どんな人にだって思いは届くはずだって。江ノ崎さん。あ、いけるいける、ちょっと待ってて。すみません桃井さん、せっかくの休憩時間にもっと楽しい話ができればよかったんですけど。気にしないで。むしろとてもいい話を聞かせてもらったわ。パート確認頑張ってね。ありがとうございます。次に会うときはもっと楽しい話をさせてください。リライトのパフォーマンスがどうしてあそこまですごいのか分かった気がするわ。あの子たちも私たちと同じでたくさんのお客さんに希望を届けようとしてるけど、波の覚悟じゃない。それに何より、アイドルの頂点を目指す過程において周囲からやっかみがあるのは当然のことだ。アイドルに、本気なんだわ。でも、それは私たちだって同じはずよね。だったら、私だってもっと、パフォーマンスを高められるはず。やってやろうじゃない。ドルラマの本番までに、あの子たちに匹敵するようなパフォーマンスを習得してみせるわ。